欅坂46のメンバーがインスタ映えする写真に挑戦。欅坂46のアップンプリ、バイトの体験見学はバイトルの提供でお送りします。今回インスタ映え写真に挑戦するのは、じゃーん、菅井優香です。これから素敵なインスタ映え写真を撮りに行ってきます。インスタ映えする場所があるらしいんですよ。ちょっと行ってみましょう。失礼します。すごい真っ白、見てください、かわいい。置いてあるものが全部おしゃれで。菅井優香が訪れたのは、白い内装がキュートなこちらのお店。中でもあるメニューが大人気なんだそう。ここにインスタ映えするメニューがあるって聞いたんですけど、教えていただいてもいいですか？はい、ソフトクリームにかけるリキュールやシロップ、はい、お好きなものをお選びいただけるメニューとなっております。はい、ソフトクリームにかけるシロップが選べて、それがインスタ映えすると話題に。やっぱ可愛く色つけたいので、いちごにします。いちご、はい。選んだのはストロベリー、ヘーゼルナッツ、カシスの3色。シンプルにちょっと上からも撮ってみよう。撮っていただいてもいいですか？あえて目線を外す感じにします。今回私が撮った写真を発表します。タイトルはちょっぴり大人なティータイム。せーの、アッププリ。こんな休日があったらすごく幸せだろうなって思って。番組ホームページでは私たちが撮ったフォトジェニックな写真を限定公開。ここでしか見られない欅坂46がいるから、皆さん見てくださいね。バイトの体験見学はバイトルの提供でお送りしました。